今回も野毛で昼飲みですね。ここら辺大岡川のあたりは春になると桜がぶわーってね咲いててね、めちゃくちゃいいんですよね。で花びらが大岡川に散ってすごい綺麗ですよね。まあなんていうんですかね、仕事の帰り道に野毛があるっていうのはちょっとやばいですよね。もうね、飲みましょうって言ってるようなもんですからね、飲むために働いてるような状態になってますからね。昔高校のねイタリアにね、イタリア人のねセクシーなお姉ちゃんがいたんですけどね、もういなくなってますね。で野毛の中枢に入ってきます。ここのねきんぴらキッチンもね美味しいんで、ぜひ来てみてください。向かったのは焼き鳥野毛末広さんですね。もう野毛あたりで一番人気の美味しい焼き鳥屋さんと言っていいんじゃないでしょうか。ここを行かずして野毛の焼き鳥を語るなっていうぐらいね、もう人気のめちゃくちゃ美味しい店です。まずはビール790円とね、ちょっと強気な値段設定ですけど、まあここはしょうがないですね。仕事終わりの最初の一杯ってなんであんな美味しいんですかね。もうバチクソうまかったですね。まあドリンク全般高めですよね。焼き鳥もまあまあ高い方なんでしょうけど、本当に高級店に比べたらね全然安いと思います。そして末広といったらレバーです。もうね硬いんですよね、外側がもうプリプリッと硬いんだけど中が柔らかくてジューシー。もうあとこの椎茸、もうバチクソやばいですよこれ。肉食ってるみたいですよ。最初ね高いかなと思うかもしれないんですけど、一回食ってみてください。マジうまいんで、もつも柔らかくて美味しいんですよね。そしてこの肉ピーマン、これもバチクソうまいです。ピーマン嫌いだったらダメですけどね。ほんとね、ししとうはねもう至って普通ですね。皮もう美味しいですね、本当にね。なんか良質の皮食ってるような感じするんですよね。銀杏、至って普通ですね。まあ末広さんはね、野毛飲みするなら一度は行ってみていただきたいお店です。ぜひ行ってみてください。末広さんでね良質なものは食べたんで、もうあとは安い酒をガブガブ飲みたいということで、行くはピオシティですよね。前回ね、僕土井安っていうのを初めて知って、あまりにも感激してしまったので、土井安飲みにまた松目さん行ってきました。松目さんこの日もほぼほぼ満席でしたね。もういつ行っても人気ですね。前回美味しかったイカもまた頼みました。相変わらず美味しかったですね。釣れがねニラメンマ食べたいっていうんでね頼んだんですけどね、なんだそれと思ったんですけど、ただニラとメンマが合わさってるだけなんですけど美味しかったです。多分もう一回頼んじゃいますね。そして鶏の唐揚げもうね鶏の唐揚げマジうまいですよ。ここのエイヒレはねもう至って普通でしたね。これをねちょっとねちょっとなんだかなって感じはしました。そして斜め向かいの三角さんですね。これね友達のおすすめだったんで行ってみました。こちらドリンクとかその他はまあまあ値段安くはないなっていう感じでしたね。まあ、高くはないですけど、まあ普通の値段設定ですね。このねレバーもねぐにゃぐにゃっとしてんのかなと思ったら結構歯ごたえがあってなかなか美味しかったです。そしてこちら
カニ味噌クリームチーズ、なかなかねカニ味噌効いてて美味しいですね。で三角さん早々に切り上げ、またね野毛の地上の方に行きました、もつ焼きご縁さんですね。こちらねすごい素敵なセットがあるんですよ。これですね、せんべろセット1,000円。ドリンクが3杯ついて、なおかつおすすめの串焼きが2本、そしてもつの煮込みが1個ずつ、これですね、これがついて1000円ですよ。最高じゃないですか。このねもつがね、まあ、そんな大きくはないんですけど、まあ、十分な量で、まあ、美味しいんですよ。で僕はハイボール行きました。そして串焼きが2本つくんですね。これはカシラとつくねでしたね。そしてね、この可愛いねペンギンちゃんの人形がドリンクの引き換え人形になってます。この人形を持ってって、ハイボールとか生とか言うとね、これと引き換えにくれるということですね。ビールはねちょっと若干小さめのグラスだったんですけど、ハイボールはそのままですね。これは追加で注文したハラミ、美味しかったですよ。せんべろセットを満喫して次に向かいました、野毛タイムさんですね。こちら店内と店外があって、店外の方が安いみたいですね。僕らは店外で食べさせていただきました。なんかこちら僕あんまり記憶が定かじゃなくてあれなんですけど、なんか300円前後ぐらいだった気がしますね。ドリンクとかもなんか物も安かったですよ。で何食べても本当に美味しくてね、まあポーションはちっちゃいんですけど、まあ安くて美味しい店で、ここはまた来ようと思いましたね。ただなんかね外で飲んでるからなのか、まあ逃げちゃう人がいるんですかね。なんか店員がね 2,3 人に見張られてるんですよ、店員に。だからそれがちょっとね、なんか逃げないよっていう感じでちょっと気分が悪いわけじゃないですけど、あんまり居心地は良くなかったですね。この丸腸もバチクソうまかったです。まああちらもねお仕事だからね、まあそういう悪い人も中にはいるんでしょうがないですけどね。これはなんか刺身系でしたね、確かね。さっと破って食べてくださいみたいな、本当にもう刺身で食べる感覚のやつで美味しかったですね。野源軟骨美味しかったですね。この時そんな酔っ払ってはいないんですけど、値段が何にも気にしてなかったんで全然覚えてないんですよね。こちらお通しです。このお通しとさっきのアサリの酒蒸しの2種類から選べるんですよね。で後で来たね友達がねこっちのお通しにして美味しかったみたいですね。これねバチクソうまかったんですけど、名前も思い出せないですね。でも美味しかったです。とにかくねこちら安くて美味しいんでね、また行きたいと思います。そしてその次に向かったのが帰りのすけさん。こちら超絶人気で常に満席でしたね。それでまあちょっと待って中に入れてもらって、まあね飲みました。なんか面白いね紙貼り紙とかいっぱいしてあってね、なかなかねなんか雰囲気のあるお店でした。そしてこちらケロリンオケレモンサワーですね。このオケでくるんですよこのレモンサワーね。まあ正直言って美味しくなかったですね。なんかね炭酸も抜けてるし焼酎も薄いし、まあ、本来薄くなかったら氷が溶けちゃうんでしょうねすぐね。だからなんかねレモン水を飲んでるような感じでした。なんかお酒を飲んでるって感じじゃなくて、健康的ななんか部活とかのねハーフタイムに飲むようなレモン水を飲んでる感じでしたね。そしてこちらの肉豆腐はバチクソうまかったですね。これ安くて美味しいし最高だなと思いました。なんかこのケロヨン系のオケがねやっぱインスタ映えするんでね、こちらすごい人気みたいです。他にも面白いのがいっぱいあるみたいです。このお店で一番美味しかったと思ったのが俺生わかめのやつですね。これ一番美味しかったです。相変わらずねポテトフライとか頼んじゃいますよね。基本的にこちら安くて美味しいというよりも安くて面白い店って感じですね。今回野毛昼飲みをお届けさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。